シリーン地図 Google マップモ辻庭園毛辻は岩手県西岩井郡平泉町に所在する天台宗の寺院。現在の本尊は一躍死に如来立像。建築は平安様式。境内はモウツジ境内鎮守者跡として国の特別史跡。庭園はモウツ庭園として特別名称に指定されている。 2011年6月26日、平泉仏国土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群マイナスの構成資産の一つとして世界遺産に登録された。平泉中村寺、松島随岸寺、山形離釈寺とともに四次回廊という巡礼コースを構成している。時伝によれば850年、中村寺と同年に円人が創建。その後、 大化で消失して後輩したが、欧州藤原氏、第二代元平夫妻、及び、この、第三代秀平が壮大なランを再興した。中世の歴史書、東鏡によれば、道東四十四境、全貌五百余境があり、窓か隆史寺と合成られる近道、高道、常雪道、二階奏門、主郎、共蔵があり、歌唱寺その他の道具もあって、 当時は中村寺をしのぐ希望だったという。近藤の窓か隆寺は、金銀、下を散りばめ、その称号は、あずま鏡に、我朝無双と評された。鎌倉時代には、鎌倉幕府にも保護されたが、1226年に火災に遭い、戦国時代の1573年には陛下にあって、長年の間、土壇と礎石を残すだけとなっていた。江戸時代は、 仙台藩領内となり、1636年の伊達、正宗の死去に際して、当時の本尊の釈迦三尊が正宗の霊廟随宝殿に隣接して、正宗の菩提寺として創建された、随宝寺に移された。漢文年間には、本寺とその周辺は水田化された。しかし、伊達藩により、経済的援助や保護が行われた。明治の後半には、 新しい本堂やくりを南大門の外側に建て、1921年には、伊達一の石藩、一の石城の大手門を移し、三門とした。1922年10月12日、毛辻境大不鎮寿者跡として史跡に指定された。毛辻境大遺跡は、1954年より後、か年にわたって、全面的に発掘調査がなされ、その規模や構造などの全容が、 ほぼ解明されている。その調査結果は、あず鏡などの文献資料ともよく合致する。それによれば、遺跡は、現在の毛辻の境内にあり、旧来の姿を留めており、土イ南大門跡園地、近藤跡その他の道跡の保存状態は、極めて良好である。特に近藤跡は、桁行き間町、張馬六県に復元される礎石がほぼ完全に依存しており、 土壇の刺繍には、気壇寺福石が巡らされ、雨落ち溝の構造も残っている。左右には、翼牢跡があり、前方に折れてその両端にそれぞれ牢の跡も残っている。その他の道具の礎石もよく残り、その浄土庭園は、平安時代末期の遺構として、猛辻のシンボルとなっており、園地も、橋脚を残して中島、庭石については球体をよく示して、 平安時代の画ん形式を示すものとして、学術上の価値が高い。今日画ん復元図として知られる図像は、1954年以来の発掘調査によって検出された広告資料をもとに描かれたものである。1989年に平安様式にのっとって本堂が再建され、現在に至っている。2001年に世界遺産登録の前提となる暫定リストに、 平泉浄土思想を基調とする文化的景観の一部として記載された。2005年7月には史跡の追加指定がなされた。2008年の第32回世界遺産委員会の審議では登録延期が決定した。文化庁及び岩手県は平泉仏国土を表す建築、庭園及び考古学的遺跡群マイナスの一部としてユネスコへ再度申請し、 2011年5月に国際記念物遺跡会議が世界遺産への登録を勧告し、同年6月25日に世界遺産に登録された。以下の区域が特別史跡の地区域として指定されている。これまで、もう辻には宿坊が併設されていたが、老朽化が著しいとの事情により2007年11月20日をもって営業を終了した。ありがとうございます。